はい、こんにちは、美容師の野です。今回は自宅で家族の方や友達の髪を軽くしていくやり方についてお伝えしていきます。ショートやボブヘアにも使える軽くするテクニックについてです。使うアイテムはこのヘアカッターを使っていきます。その中でダイソーに売ってるこちらのタイプを使って軽くするときにめちゃくちゃいいテクニックがあります。今回それについて詳しくお伝えしていきます。今回のテクニック3つあります。それをねうまく活用していけばバリエーション広いねヘアスタイルを作ってあげられます。じゃあね一つずつでどんなやり方なのかというと、一つ目が束を引き出して束を筆のようにしてあげる。二つ目が束を引き出して、さっきはね上からねヘアカットを入れてましたが、それの横側から軽くしてあげる。三つ目が広げて引き出して間引くようにやってあげる。この3つのテクニックになります。どれもショートやボブヘアに使えるテクニックなので覚えてやってあげてください。ということで今からやっていきます。まずはヘアカッターを使って切ったり軽くする前に知っておくべきポイントがあります。それはしっかり濡らした状態で使ってあげましょう。乾いた髪に使っちゃうとダメージの元になります。あとうまく切れないです。シャワーや霧吹きでしっかり濡らしてあげてからやっていってください。それではこのヘアカッターで軽くする時のテクニックについてお伝えしていきます。はじめに束を持って束に対して筆のように切ってあげるやり方についてです。束を引き出して根元、中間、毛先ありますよね、中間あたりから徐々に先細にしていくっていう感じのやり方です。この束を引き出すときにまっすぐ引き出してください。前方向に行ったり後ろ方向に引っ張らずにまっすぐ引っ張り出して、で持ち上げる角度に関しては髪の毛は自然に落ちる位置、それよりも持ち上げる程度でやっていきましょう。あまりね持ち上げてやっちゃうとこの辺りに短い髪がいっぱいできてくる可能性があります。レイヤーというか段がねたくさんつく可能性があるので、やや持ち上げる程度でこのようにやっていってください。このやり方のメリットは張り付いたような感じになりやすいですよね。主に使う場所は下の方ですね、表面のあたりには使わないようにしてください。生え際あたりに使うとシュッとした感じになってきます。でもヘアカッターで軽くするとき刃の入れ方によってはパーンとね切れてしまう恐れがあります。なるべく寝かせて、でも寝かせすぎると全く切れないので、その微妙な加減を調整しながらやっていってください。それでは次に束を引き出して束の横から軽くしていくやり方です。束を引き出して、この時も前に引っ張らず後ろに引っ張らず自分の方に引き出して束の横から少しずつね先細にしていきます。どこから刃を入れるべきか、根元、中間、毛先ありますよね、これ横側の根元、中間、毛先です。それの中間より少しね毛先に行ったところから軽くしていきます。根元、中間、毛先、横面のとこですよ。それからの徐々に軽くしていきます。先細にしていきます。これのメリットはこちら側から軽くするとこのような感じに、こちらが短くて長いっていう感じの先細の筆になってきます。前に向かっていきます。まあこちら側が前になればね、逆にです、束をこちら側から軽くするとなると反対の方に流れていきます。短くする起点から長く残すというか重く残す方に流れていきます。前に向かって前下がりっぽく軽くしたい、そういうニュアンス付けしたいということであれば、束を取って横から軽くする、次の束もこちら側から軽くする、そうやっていくと前に向かっていく流れになって
前下がりのニュアンスを作ることができちゃいます。後ろに流したいのであればこちら側から軽くしていくみたいな感じでやっていくと良いでしょう。癖が強い方や毛流れがしっかりしている方に前に向かっていくようにしたから全部そうなるかというと全部はそうならないですが、ある程度は方向付けが作ることがねできるので、やらないよりやった方が顔に向かっていったり後ろに流れていったりっていうことがねできるので、これを使っていくと良いでしょう。ボブもショートも使うことができます。やる場所としてはてっぺん以外後の部分には使えます。前髪に関しても使えることは使えるんですが、前髪はヘアカッターで切っちゃうともしかすると慣れてないと失敗しちゃうということがね大いにあります。気をつけてやっていきましょう。それでは最後ね、束を引き出して間引く、このやり方についてです。束を引き出すとき、先ほどまではこのようにつまんで引き出してましたが、広げて引き出していきましょう。このように軽くしていきます。そうやることで間々に隙間を作ることができます。束を引き出します。そして間引くようにしてあげます。これに関してのメリットは、間引くことで毛先がね細くならないです。でも軽くなっちゃいます。切りっぱなし系のボブとかには非常にね有効な使えるテクニックの一つです。注意点があります。広げて引き出して間引く際に、根元中間毛先ありますよね、間引く位置が中間部分より根元付近に、例えばこの辺りから間引いちゃうと収まりは最初はいいです。伸びてくるとブワーンとねボリュームになっちゃうってことがねあります。間引く場所をね考えてやらないと失敗しちゃうテクニックです。隙間をね作ることで今までにない束感も作ることができます。お家でのカットをやってあげる際に慣れてきたらこのテクニックをやってあげてください。これは表面以外の髪に使うと良いでしょう。難しいテクニックです。ちゃんと考えた場所に間引かないと失敗につながります。今回挙げた3つのテクニック、束を引き出して先細にしていく、束を持って横から軽くしていく、束を広げて引き出して間引くやり方、参考にやってあげてください。ということで皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。